アラウカニア制圧作戦、アラウカニア制圧作戦、アラウカニア制圧作戦、アキュピションで l ル・エアレコニアは、1861年から1883年に渡り、陸軍と移民者によるアラウカニア地区の併合を目的とし、チリ政府が開けした政策と進行を主な手段とした戦役の総称。アラウカニア号は、パセファケーションでール・エアレコニアは、 軍事行動の面を隠蔽するために、地理当局が付けた名称である。アラウカニアの先住民族は、マプチェ族と呼ばれ、イニシエから、インカ帝国の侵入を食い止め、スペインの南アメリカ進出以降も300年間に、渡ってアラウコ戦争と呼ばれる反抗を続けてきた。マプチェとインカ帝国の国境がマウレ側であったように、スペインの移住者とマプチェ族は、ビオビオ側を、 境界線として対峙していた。18世紀から19世紀初頭には、ビオビオ川流域では、交易が流星を迎え、メスティーソが増えるなど、両者の交流が、盛んになり、アラウコ戦争での敵対関係は、うやむやになりつつあった。最終的に植民地政府長官のアンブロージオ、オイギンスや、植民政府の高官たちは、マプチェ族の主張、ロンコ、たちと協定を結び、 ここに交戦状態は集結を見た。しかし19世紀初頭になると、マプチェ族社会の発展が停滞気味だったのに対し、彼らを取り巻く環境は大きく変動した。1818 18年、チリ共和国はスペインからの独立を勝ち取り、経済的にも活況を呈するようになった。チリの人口は急速に膨れ上がり、さらなる移民受け入れのためにも、 新しい土地が必要になっていた。彼らはすでに、アラウカニアを飛び越えた南アメリカ大陸の南部に、進出し、バルデビア、オソレノヤ・ジャンキュウエ、ランキュウといった都市を形成していた。隣国アルゼンチンは、スペインにとってのマプチェ族と同じように300年に、渡って手をこまねえていた、パタゴン族への圧力を強め、これも地理を刺激する一員となった。政府は、 アラウコ戦争の生々しい記憶が残っていたため18世紀後半から始まった平和的関係を維持しようとしていたが陸軍はマプチ族制圧のための軍事力を早々に用意していた。1842年マヌエル・ブルネスブリエート大統領はビオビオ川南部の植民化に乗り出しマプチ族の弾圧を開始した。こうして再び争いが始まった。1852年 六代目の大統領、マヌエル・モントは、ビオビオ川南岸からトルテン川北岸に挟まれた地域をラ・アラウカニア州としてチリの行政区に指定した。これは、この地を征服しようという意思の表れでもあった。また実際に土地の取り上げも実行したが、これにはマプチ族を都市部に流出させ労働力とする目的もあった。 1859年には門徒を批判する勢力による内戦が勃発し、マプチ族もこれに乗じて反乱を起こすが、1861年には鎮圧された。1860年、フランス人をルり、アントワールドトゥナンが政治的に空白なアラウカニアに目をつけ、マプチ族を巻き込みアラウカニアパタゴニア王国建国を布告した。 彼の祖国フランスでさえ相手にしなかったこの宣言は、差したる脅威にもならない、チリ政府に、格好の口実を与えた。同年、7代目の大統領ホセ・ホアキンペレスは、アラウカニア地区の平ドを決定た。そして当局は、武力攻撃と文化破壊の両面を備えたコルネリオ・サーベドラ、ロドリネス将軍立案の進行計画を実行に、移す許可を与えた。この計画は、 軍事面に止まらず、都市や道路などの建設や公的機関の設置なども含んでいた。1862年、ロドリゲス将軍率いる軍は制圧作戦を実行に移した。新軍は短期間でマレコ川に達し、軍はかつてアンゴルに存在した要塞を採築し、さらに2つのトリデオとレブを建設した。進行は南のバルディビアからも行われ、 海岸線に沿ってトルテン川にまで達した。これらは作戦の第一大会であり、マプチ族からの反抗は小規模なものだった。1866年に政府は堀内レドクシオンにマプチ族を押し込め、彼らの土地を奪う施策を実施し、弾圧をより強めた。これにはマプチ族も黙っておられず、有力な主張の一人キーラパンが、 マレコ川近郊で抵抗運動を開始した。しかしながら、新軍は犯行者ともせず暗号領拠点に南下し、マプチ族最大の居住地であったアラウカニア西部の臨海部に都市、プレンが建設され、海岸線を伝った通信網が設けられた。1871年から1879年にかけて、 制圧の任に当たり続けた将軍バシリオウルティアは、マレコ川に至る地域に進軍し、川の北岸には2500人の兵士が防衛する防衛線が設けられた。こうして、アゴルからコジプジまでを電信で結ぶことに成功し、内陸側の土地も着々と制圧しつつあった。1879年南米の太平洋戦争が勃発すると、ペルー・ボリビア連合との戦闘のために、 多くの戦力が、アラウカニアから転身式隊へ向けられた。これを後期と捉えた、マプチェ族は、一部の部族を中心に、劣勢の挽回に成功し、翌年には、前線の要塞に攻撃を仕掛けるなど活発な反撃を見せた。しかし、それも、中東部隊に有効な打撃を与えられるものではなく、せいぜい少々の略奪を働く程度にとどまった。1883年。 シリ政府は南米の太平洋戦争を勝利で終結した。ドミンゴ・サンタ・マリア・ゴンザレス大統領は、アラウカニアの騒乱に決着をつけ、マプチ族の中軸地帯を領土に併合すべく、グレゴリ・ウルティア将軍を送り込んだ。スペイン統治時代からの古い町、ビジャリカが再興され、カラウエ、ラウタロ、テムコ、プコンなど、アラウカニア南部に次々と取り出が設けられた。この過程で、 周辺のマプチェ族は土地を奪われ、約一万の人々がこの戦いで殺害された。生き残った者たちもペウェンチェ族やアルゼンチンの抑圧を避けてアンデスに移り住んだ部族などをらいて山岳地帯に逃れ、アラウカニアに泊まったわずかな集団は先祖伝来の土地をチリ人や他の植民者に奪われてしまった。歴史学者の中には、 この一連の制圧をもって300年にわたる、アラウコ戦争の終結と位置づける者も,もいる。1890年代には、コジプジの鉄橋が完成し、往来が容易となった地理南部の植民地化に拍車がかかった。進出は、ビオビオ川上流やブディック後半にまで及び、1929年には、アラウカニア地域に設けられた、植民地は公的なもので3000カ所。 面積50万ヘクタールにも上った。それでも、チリのマプチェ族は、アルゼンチンの例に比べれば、まだマシだった。アルゼンチンで、フリオアルヘンティのロカ将軍によって、パタゴニア諸部族に向けられた砂漠の征服作戦では20人、ほどと見積もられていた、先住民族は2万人にまで減少し、パンパやパタゴニアの加工地から追放されたのに対し、 マプチ族は貧困と差別にさらされながらもそれなりの数が生き残った。そしてこのような軍事行動が取られたにもかかわらず、作戦終了後もアラウカニアは完全に制圧されたわけではなく、現在でも領地奪回を掲げるマプチ族のグループによる農場略奪などは聞こている。マプチへの子孫たちは地理の社会において社会的地位を力強く取り戻しつつある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。